人参と乗らせてみました。どうもーでちゃん編集部イケンジンです。はい、同じくチルミトです。さあというわけで始まりました、イケンジンと乗らせてみました。略してせーのーヒロリ。はい、来た。二人とも落とす。すいません。というわけで始まりました、ヒゲンジンと乗らせてみました。こちらの番組は、はい、引きの弱いヒゲンジンを気の強いゲストが勝たせてくれるという番組となっております。乗せましょう。そういう意味で言ったら今回は番外編かもしれません。はい、今回はチリちゃんからとある串を一緒に打ちましょうというお誘いをいただきました。はい、ですね。1個前のヒゲノリでもお見せした、パチンコの新機能、はい、U タイム。 U タイム今ついてるとありますから、今回はそれついてる機種の中でチリちゃんがこれがっていう、はい、非現実の新たな一面を見せれますよ。立たせるためには、そしてまあ新たな一面を見せるためにはこの台を、絶対に新たな一面は見れないと思います。いや、もう見出しますよ皆様。飛んでる最中にその話題で喧嘩になりましたからね。喧嘩になる、すぐ喧嘩になる。いやいやいや、絶対に新たな一面は見せませんから、はい、果たして一体どんな顔が見れるのかは実践で分かります。はい、早速実践スタートです。ひぎのり、ひげのり、おはようございます。左です、左。はい、これでしょ。前日、前日のデータも調べてくれたんだよね。はい、ちょっと並びで深かったの、ここ、ここ2台が、うん、まあこの中ではハマってる、うん、前日ね。そう、これが390ぐらいってたから、あと330ぐらいの1台あったけど、まあ隣で打つのはここ、これが240、はい。じゃあ並びで打ちます。 OK、 行きましょう。行きましょうか。さあということで、今回実践するのはピーリング呪いの7日間、はい、2ということで行きましょう。ほら、はい、もう早速出てますよ、心臓の弱い方は。ってそうです、新たな、まあ、非現人この台でお見せできるのかなと思いますんで、さあ始めていきましょう。行きましょうか。めっちゃビビりますから。ちょっとですね、この間飲んでる時にチリちゃんがこちらのですね、ピーリングの呪いの7日間2を打って、はい、めちゃくちゃビビったという話。とにかくビビりました。お前がビビり屋なだけだよという話をしたら、ヒゲさんだって絶対ビビるって言うから。リングシリーズ基本やっぱ結構怖い台だ。いや、台は知ってますよ、今までのも知ってますよ。今回また演出に関しては、ただあの私、現人こういう例えば肝試しもひっくるめた、はい、ホラー系、はいはいはい、全く大丈夫な人間ですから。本当ですか。だからいいよ、だ勝負しようぜ、どっちがビビるか。だからいいよいいよ、俺1回でもビビったらもう負けよ。負け1回でいいですか。1回でいいよ。だから今回はですね、あのこちらにいつも通りマメカムを、はい、ヒゲのエナル、ヒゲのエナル2台用意しました、ね、はい、初めてや。これでもう逃さず取りますから。抜いてないっていうの。はい、途中途中のやっぱ怖いとこあるわけでしょ。もちろんあります。で、まあリンクといったらやっぱ手が落ちてくるっていうのはまああるじゃないですか。あ、もう言っちゃっていいんですか、そういうヒント与えちゃって。いや、それはまあもうリングと言えばなんで、はい、ただ今回まあそれ以外にもまあビビる演出、はい、恐怖の旋律の演出がありますから。まあでも強弱ぐらい僕も分かりますよ。はい、まあ一応これ過去8年ぐらい前に出た呪いの7日間の、まあ、後継機なんですけど、まあ、それ以外にもリングって出てたじゃないですか、いろいろ。え、ちょいちょい打ってますよ。打ってます、はい、打ってます、打ってます。まあ、基本的にあれでしょう、もうざっくり俺のイメージで言っていいですか。まあいいですよ、まず金色、金色、まあ、デンジャー柄、デンジャー柄、はい、それに手がまあ最低片手以上、はい、落ちて、はい、もう OK です。あ、通常時の熱い演出で、まあ、リーチ、各リーチ、とりあえず後半まで行け、熱いみたいな。熱い、それぐらいの絡みでしょ。まあ基本的にはそうですね、そこら辺の、まあ、あとはあの貞子が出てきたら基本的にはまあ大チャンス。なんか細かいこの強弱いっぱいあるけど、まあ、それ覚えてたけども結構、まあ、当たる瞬間は分かるイメージだけども。そうです、まあ、あの強いのはもう強いっていうのが見て分かるような、貞子周辺リーチ行けばもうとりあえず期待していいみたいなことでしょ。期待していいです。まあ前回もあったんですけど、潜伏各編っていうのが今回は一応ついております。スペック的には、まあ、ミドルスペック319分の1で約、約で ST74 回転が、まあ、全大当たり後についてくる。で ST 抜けに時短ついてるやつもあるでしょ。そうなんです。まあ、最近の台でつき始めたんですけども、まあ、右打ち中に限るんですけども、右打ち中の大当たりの一部、まあ、10% で
ST 駆け抜けた後の884回転の時短がつくと。あ、じゃあ次1回転で U タイムが始まるっていうか、まあ実質もそのまま U タイムに入れるそうです。それがまああの一応右後ろあたりの一部であるのと、まあ今言ってもらった U タイムですね、これがまああの319分の1の状態、なんでまあ今の言った時短だったり通常の確率で885回転はまると発動します。それは俺前回も U タイム経験したから分かるよ、はい、で今回のこのリングは、U タイムが1214回転かな、まあまあじゃあほぼ当たるってことね。基本的にはまあ当たってほしい。でもあの319の U タイムついてたやっぱ初めてですわ。初めてです、うん、今作は。でもさ、朝だけでもこうやってこう前日ハマってるタイプがこう立ち回りができるわけだね。そうです。まああの前日はもちろんハマってればハマってるほど基本的には期待値は上がっていくと思います。ただまあもちろんお店の対策とかっていうのもあるんで、ラムクリされてるかどうかの判断はできないの？一応あの今演出この図柄変動してるじゃないですか、うん、このリングボードが一応 A と B というまあ2個ありまして、ステージ的な感じ、ステージ的な感じです。で、まあ、A の状態はこう普通のこのスクロールの図柄変動、うん、で B の方はあの女子高生が向こうに歩いていく変動になるんですけども、前日その B の状態でまあお店が閉店したら電源のオンオフだけだと B のまま残ると。ただあのラムクリをまあラムをクリアしてしまうとこの A の状態になってしまう。電弾だけじゃ B だったら B のままってこと？ B のままです。俺 A スタートから分かんないです。分からないです。僕の代もちなみにスタートは A でした。まあなんで前日が A だったかそのまま A なのか、まあ、ラムクリアをかけてる状態なのかっていうのは今の時点では、まあ、ステージからはちょっと見抜けない。でもあれでしょう、だからその前日のトータルで、はい、残りまたいくつかのゲーム数いったらか残りいくつですって出るでしょ、はい、一応残り100ゲームの時に100回転の時にあのバーンと出てきます。残り100っていうのがで残り50からはもう常に液晶でカウントダウンする状態になるんで、まあ、そこまでハマればもうもちろん分かります。めっちゃ解説するよ。いやとりあえずまだ何も起こってないんで、久々の動画でやっぱ喋っていかないと驚きの声も出せないんで、やっぱり。え、チリちゃん的にはどうなの？その言い切れるぐらい俺はびっくりしてしまいます。手が落ちるっていうのは、まあ、まずリングはあったじゃないですか、なんかそこはやっぱ多分すごいこだわってて、どんどん落ちるスピードも速くなっていって勢いがすごいんで、まあ、それはもう知ってても多分結構ビビると思いますよ。ちょっと見てくださってる方寒くなっちゃうかもしれないけど言っていいですか、はい、僕今までのシリーズはビビってませんよ。ビビったことない？ないです。本当かな。あのね、一つ言いたいです、はい、ちゃんと周りに目を配ってる人は、はいはいはい、びっくりしないと思うんですよ。なるほど。だから注意力3番の方がよりびっくりしやすいと思うんですよね、まあ、携帯いじりながらとかね。そう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 、まあ、この画面をこう液晶を見ながらちゃんとこの手とかに目がいってればもうビビらないじゃないですか。いやどうだろうな、タイミングも結構いろんなタイミングで落ちてきますからね。分かった、もう1回ビビることに小谷サワーを1杯つけましょう、はい、あ、それは何ですか、ご馳走してくれるってことですか。そうつけましょう、はい、だいぶ飲めるなそれは。いや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 、ありがたいな。でも完全パーフェクトだように俺が大丈夫だったら、はい、もうごちそうしていただきますよ。わかりました、そこの勝負でいきましょう。いやこんな今落ち着いて喋ってますけど、はい、この間飲んでる時すげえ武器になったんだよ。いやあれは誰でもビビるみたいな。ビビりますよ本当に。テラッカだけじゃないんすから。まああとはもうここら辺のねちょっと筐体周りでいろいろついてるところも、まあ、出たら話したいなと思うんですけども、まあ、いろんなところにチャンスアップの演出がありますんで。あ、じゃあ結構チリちゃんの推し台ではあるの？まあ、最近の台では、まあ、あと U タイムがある台って結構ありがたいなって。いやそれはね分かる。俺ほら収録で1回打ったじゃないですか、はいはい、あれからパチンコ打つとき U タイムの台ばっか打つもん、はい、やっぱりさこうハマりの限度が見えるってのはいいよね。そうなんですよ、まあ、これだってあとさあの俺390ぐらいから打ってるわけで、はい、U タイム500何十回転で U タイムの突入するわけですからね、まあ、そうですね基本的にはクリアされてなければ。ちなみにこの右についてるこれって何なんですか？今回この呪いの7日間通過からついたサダジョグと言われているギミックでございます、これまあ基本的には結構強い演出で使うんですけど、俺前手つなぐやつやったけど、はい、手つなぐやつやったけど、手つなぐやつ、あ、手がついてるやつですか。そうそうそう、あ、でもさもうさこのさ P リング呪いの7日間通、はい、長いから訳すとなんて言えばいい、
まあ呪い2じゃないですか。呪い2はさ導入されてからちょこっと経ってるからさ。そうですね、一応5月11日から全国導入っていうことだったんですけども、あれとみんなゲーム性は知ってるんじゃないの。ゲーム性はそうですね、まああともう本当前のリングを打ってる人だったら、まあ基本的には大きくは変化ないんで。でもあのそうだそうだ、一つあの視聴者の皆様にお伝えしなきゃいけないことがあるんですけども、はい、こちらちょっとですね、あの使えない声とか映せない映像とかがちょこちょこあるんで。あ、そうですね、それだけはきっと来る。はい、ここで変な声が入ったんですよ、こういう感じです。本来だったら違うのが聞こえてるんですけど、はい、あの確かあの後取りしたチリ人の声が入ってますね、ダミ声が、はい、じゃあじいちゃんさ、はい、もしですよ、はいはい、僕があのびっくりしちゃったとしたらですよ、はい、U タイム見せれたらチャラにしてくれ。なるほど、もしもびっくりしても U タイム。あとあれがやっぱ見せたいですね、時短、これはなかなか見せれないですよ。 U タイム後のね、 U タイム後の SP 後のね、時短、まあ、ついてるかどうかも SC で当たっちゃうと分かんなかったですしね。実際にはどうだったかっていうのは、それ見たいな。僕もそれはまだ入れたことないです。さあどう、行ってほしいな、どれか。お、終焉。え、嘘。はい、色は、あー金、いやマジであるぞこれで。手 もしかしたらギミックの目出てなかった。いや目は出てなかったと思う、光ってはないです。まあここが光る可能性もあります。そうガタガタってる、ガタってる。どうどう、カクカク動いてますよ。ダメか、全然あるでしょ。そうですね、リーチはついもう一番強いリーチなんで。さあガタってます、ガタってますよ。マジで結構よく分かんないタイミングで落ちたりしてくるんで。ああやめて。さあどうどう、あ5人、この人数ももちろん多い方がチャンス。これはあるな、これはあるぞマジで。ラッキーパターだったら通常どう。さあよしよっしゃ、怖い。あれ今怖そうでした。はい、今怖そうでした。いや今怖そう、よっしゃって言いません。いやよっしゃから悲鳴に変えませんでした。いやいやいや、めっちゃビビってましたよ。何回ですか。81回転。さあやった、早い、はい、投資は投資が4本、ということで大当たり、最初は4ラウンドですね、僕は大当たり。まあ、あの37だったら10ラウンド。まあ、大当たりしたらもちろんあの図柄あたりはもう右打ち確定なんですけど、この ST 中の演出、前作もそうだったんですけど、選択できると。で前回は、この道連れっていうのと脱出っていう演出2個から選んだんですけど、今回はさらに待ち伏せ、道伏せ、脱出、待ち伏せ、この3つから選べます。まあ最初はじゃあ僕道連れから行こうかなと思います。まあ呪いの7日間といえば。で俺は新しいやつやるわ。はい、これはまあもう前の打ってたら分かると思うんですけど、あのデジャブパニックですね。さあ、このここから ST なんですけども、最初の50回転、残り50回転も24回転は即当たりの、まあ、貞子接近モード書いてありますけども、もう突然当たるみたいな。で核変中自体の継続率は約 76%で、まあ、あの大当たり後に時短が行く可能性あるんで、それ含めると 78%、はい、あ赤い赤いエフェクト、ちょっと待って、あるあるよあるよ、はいドン、ナイス。おっか、さあ2ラウンド、はい、はい、さあどっちでしょう。ペラライ、まあもうこっちじゃなきゃほぼダメです。あー
残念2ラウンドつかず残念。でも2ラウンドに突入する感じ、当たる時の煽りはこんな感じです。まあ入ったら普通に2ラウンドの分の当たりのアタッカーで球もらえるしね。そうですね。でリセットされてから分かるよ、はい、見逃すことは絶対ないです。で2ラウンドもらった後はまあ連鎖もなしの普通に潜伏というか、はい、だから74回転の ST でしょ、はい、で潜伏中に潜伏の2ラウンド引くと右打ちに行きます、うん、潜伏ループはないはずです。早くも半分が過ぎまして早いよ。あと何回転？あと20回転切ってます。え、ST 中50ちょいでしょ、まあ、大体52分の1ですね約、うん、74回転74回転です。でまあ初回あたりはもう絶対時短つかないんで、あ、電柱じゃなきゃダメなんだ。そうですそうです、電柱の時の大当たりの振り分けなんで赤文字系が出ないな。右打ちは赤結構やっぱ強いんで頼むで。よし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 、リーシーになった。デジャブパニック、まあ、まず誰かです。ミクは弱い、これは貞子が呪えばで、まあ、チャンスアップもこの前作同様ですね。でこれ今ちょっと補足すると、割と登場人物多くて名前覚えられないという方いますけど、はい、そのまま星の期待度が結構バッチリ期待度になってるんで、はい、もう2とかだとちょっと期待薄だなみたいな、はい、レンジャー絡むとか貞子出てこなきゃみたいな、はい、まあ、まずここにここは継続してくれ。あお弱い。いや全部普通、はい、ミクちゃん、ジリちゃん割と本当に好きなのかもね。いや好きっす好きっす、珍しくその会話よりも台にずっと集中してるから。さあやばいです。ねえ井戸になっちゃいました、ね。締めないで締めないで。さあ駆け抜けまして、どうもチルビドです。さあ頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。こっからまあまあこっからまた打っていくんですけど、どうしましょうかね。あのね、もう空いてないです。台がはまってる台も空いてないと。じゃあこれ打っていきますか。あとね、今空いてる台は前日のその即やめの台ばっかりです。お、あ、一応先読みですね。まだそんな慌てるほどの、はい、来る人来る。これ一応チリちゃん聞くと、はい、もうびっくりすることに備えた方がいいですか。くる人くる、もう無意識、無意識で無意識 で、ね、はい、ちゃんと演出に集中した方がいいですね。集中しましょう。ここ見ちゃダメですね。見ません、もうそこはもう絶対見ないでください。わかりました。はい、はい、赤い、一応赤いエフェクト、チャンスが来るぞの声、はい、電線とか、おお、タダジョグじゃないですか。チャンス、タダジョグがチャンスですよ。いやいいいいよいいよいいよ、結構期待してありますからね。来ましたよ。ああ、もうこれはあるある、はい、サーブで、サーブでいいですね。サーブでいいですね。はい、タダジョグ、まあマメカム、これお仕事してくださいよ。どうする、握ってればいいの。握っててください、握っててください。ブルブルしてます。ブルってます。はい、ブルってます。さあ呪い、全然です、全然。
幼少貞子。笑いは大丈夫ですね。赤。笑うは大丈夫です。笑うのは全然大丈夫です。ちょっと僕もチャンスですね。めっちゃ近いかな。いやどっちも、もうちょっとそっちも気になるけど。赤まで行かないかな。ブルンブルしてる、ブルンブルしてる。サダジョグがブルンブルしてる。サダジョグは結構強いですよ、これは。マジで。さあ、緑、緑までしてこそ。どうですか。どう、今のどうでした皆さん。今のはセーフでしょ。さあ、ただ高橋さん当たってるから、ね、当たりましたよ。コース9本。あ、しかも159回で、はい、あ、ダメだ。ただもっと今のはさ、リーチ中だから、さあもう来るよっていうの期待できちゃってるからね。はい、ありがとうございます。じゃあ俺その新しいやつやるよ、待ち伏せ。はい、ここからでしょ。はい、そこから。まあ最初はあの貞子接近モードなんで、はい、そこはもう一緒です。ここが怖いんじゃないの。いや、もうそれもう意識しないでください。うわー、ちょっとドキドキしてきたな。でもだ、絶妙っすよね、この ST の。そうだね、やっぱ当てたいっていうのと、チリが俺の気をそごうと喋りかける。飛びましょう。はい、タイム何回。お、とりあえずリーチしました。はい、これね、これね。はい、そうです。逃げる、はい、逃げた、はい、逃げた。金、金、金。違う、金です、金です。ST 中の金は 90% 近く基本あるんで、強いです。前に倒すな。あ、これで進んでくるな。はい、そうです、そうです、そうです。いや大丈夫、左、左、左行った。おーい、今の、今のアウトよ。ちょ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 、割と割と。あ、でも20秒って、20秒待ってれば分かっちゃうじゃん、これ。いや、どうでしょう、どうでしょう。あ、金の戦う気配。おーい、市小谷さんは。いや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 、じゃないです。あの、おならがちょっと出た。おならが、あのタイミングで。ケツが見たらおならが出ただけ。おかしいやろ。だとしたらどうですか、判断。おなら 100% そうでしょ。ちょ、匂いチェックしか、匂いチェック。何で匂いチェックしか。臭いけども。あー、素晴らしい。素晴らしい。今のはおならでしょ、完璧に。まあ、おならで落ちてきたかもしれないですけども、まあ、とりあえず1ビビリです。いやいや、おならです、おなら。お見事。いや、まあ、そういや、新しい一面、新しい一面出してるな。正直言っていいですか、はい、すげえ悔しい。あ、俺ちょっとこのモードもう一回やってみるわ。面白い、面白い、面白いですよね。面白い、面白い、面白いわ。今のおならってことにしてくれたら、まずちょっとだけ認める。どういうこと、思ったこと素直に言う。今のおならにしてくれたら、あ、じゃあ次からは、うん、次からもうおならしないでくださいよ。しないしない、ごめんね、ごめんね、打ちながらおならしないです。まあおならしやすい人だから、うん、で、右打ち中はラウンド振り上げが 70% が10ラウンドやな。はい、で、30% が4ラウンド、はい、で、さっき言った時短というのがそのうちの7ラウンド、あ、10ラウンドの、70% の中の 7%。 そうです、な、10分の1です、ね、4ラウンドは10分の1の 3% がついてるってことね、はい。まあ、なんで10回に1回はまあ計算的には時短ついてる可能性あるんですけど、まあ分からないんで、それは時短がこの ST 終わったから884、はい、いやー、びっくりした。ああ、いい。俺もびっくりしたと。これは、これ、これ、これは、これはね、無理だ。もう俺打ちっぱなしになってるもん。びっくりすぎて無理だよこれ。いや、新しい一面出してるな。いや、ただまあ連チャンしてますからね。ちょっとだってもうさ、汗かいてるからね。順調に継続してますから。4回転びっくりした。これ面白い。びっくりした。ティーちゃん、はい、これはね、ありです。ていうか、めちゃめちゃいい感じで続いてる。夏にぴったり。
キュインキュインしましたもんね今。15回転早い。はい、10、14、10と来てます。いいですね。いいですね。まあまあまあ、言った通り私歴代シリーズではびっくりしたことないんですよ。はい、歴代シリーズでびっくりと言ったら最強です。あ、じゃあこの左上に何か溜まったけど、はい、これがあれですね、多分時短の。あ、そうですね、あの一応全部溜まると内部的には時短がついてる、はい、大当たりだったよっていうのが分かると。はい、お、一気に溜まった。3個溜まったよ。あと1個よ、あと2個。実は実は、はいはい、ここここ、あー白どう。あー、しまっちゃった。あー、4先発4連。まあ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 、まあ、初回の当たりしちゃもうさすがっす、はい、全然ゴリゴリのプラスなんで打っていきましょう。いのり、このまま行くとちりちゃん無限に小谷サワー飲めることになりますよ。ちょっと勘弁してもらっていいですか。そう、俺が飲むんすよね。驚いた分だけだから、もう私は U タイム狙うしかないですよね。これはね、先に勘弁しましょう。耐えるのは無理です。 U タイム狙いでいきます。認めた、どうぞ。これさ、島の端っこでさね、ちりちゃん、はい、もう他の人の反応を見てるのが楽しいね。驚いてます。なるなる、当たってる人はね、みんなすぐ分かる、ビグンであったから。びっくりした。こんな電話でびっくりはないでしょ。いやいや、突然なったんで。もしもし、だいたい転がるんだよ。あ、続いた。お、さあ、この行ってるじゃないですか。一番強いです。おう、あ、キュインって今目今光ったじゃないですか。光ってない、落ちただけ。顔がかぶって、もうキュインってもう止まった。キュイン言ったら当たりじゃないですか。まあそうでしょうね。これ落ちるとき痛そうですよね。よく言われますけど、これ痛そうですよね。助けてあげたいです。これを再現してください、チリ人は。これも結構こだわりらしいですからね、今回の終焉リーチも監督の手がね、落ちるときはこのうろちょろ、うにゅうにゅやってるんですよ。3人、ランプはどっち。あ、びっくりした。いいですね。びっくりした。今のところ超面白いな。いや、面白いでしょ。面白い、面白い。当たってもいますし、面白い、面白い。最高っすもんね、展開もいいし。サダジョグいいね。サダジョグもよよさも分かってきちゃいました、なんかこっちに集中してるからこそこの声もね。そうだから、手の意識を薄れさせるためにいろいろやってんだろ。もううまいんすよこれはね。なんかね、あの演者として勉強になる。赤赤赤赤赤、あ、もう止めよう。落ちるでしょあなた。あー、おい、あと風だ、風。さあ、サダコ出てきた、サダコ出てきた。面白い、面白い。14、13。またサダコ出てきた、手落ちるよこれ。手落ちるだろ。はい、両手。はい、両手。両手落ち。いやー、岡どうだろう。よいしょ、10。さあ、またサダコいた、またサダコいたよ。サダコめっちゃいる。さあ、金。サダ文字金。それはありそうですね。もう一回落ちないかな、手。
ただね、タイトルがね、弱かったのと、はい、ここからですね、最後のカットインですよね。貞子で今だって3回ぐらいは出てきてたからチャンス、頼むカットインやな、ここ。いやだ、いやいやいや、どうだろう、手落ちないんかい手落ちないんかい、そこは今のはワトトラしちゃった手落ちない、今のは反応しないで A の方が良かった、恥ずかしいな、ちいちゃん勉強になるでしょ、勉強になる、手落ちないかい、ということで、234回、追加投資で全部で12本、やったりますよ。おー、びっくりした、もう一びっくりした、びっくりした、カメラ触れる、いやー、ずるいな、うまいな、あんな言ってもあんのね、うまいなー、いやー、やってんな、あー、いやー、これ10ラウンドでしょ、はい、いやさあ、貞子接近では当てられず、76% あるんでしょ、はい、確変中だけでね、さあ赤文字、さあこれはリーチにはなる、さあミク以外、ミクちゃん以外、あ、違う子来た、さあ何ちゃん何ちゃん、うわ、またミクや、あ、明かり、さっきよりは期待のある金、はい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 、90% ぐらいあります、これでもう大丈夫やろ、これは、さあ2回目でいっちゃいましたね、さあ回ってます、はい、あだす、全然びっくりしなかった、いやこれはちょっとね、分かっちゃってたところあったんで、やっと連チャンです、あほー、しまっちゃった、3500、まあでも合わせて今6000発超えましたから、すげえなー、いやー時短来ねえなー、今のところ大当たり回数引く1がチリちゃんにあの小谷さんをご馳走する回数なんで、今6杯です、6杯きついな、ピッチャーをもうそろそろ耐えて、6杯ピッチャー無理だ、6ピッチャー、いやーやだやだ、もう終わる、さあ井戸です、この後、さあラスト、最後の頼む、さあということで2連です、10ラウンドと4ラウンド1回ずつ、さあいいっすか、僕ももう1回もう驚きたいんですよ、僕もちゃんともういけいけ、大丈夫、ちゃんと驚きたいんす、あのさ、はい、もちろんその回ってれば回ってるほどいいのは分かるけどさ、はい、どの辺からがこう狙い目になってくるの、まあ、残りだから380だから500回転ぐらい余ってる台とかだったら全然期待値的には、なんかさこの年になるとさこうドキドキできることって減ってくるじゃない、はい、だからいいシンプルにいつまで経ってもドキドキしてたい、はい、貞子に恋しそう今告白されたら俺貞子に釣り橋効果でさ、だから見てくださって皆様は自分が気になる人異性がいたら連れてくるって言うんですよ、横で打てば、あ、なるほどね、落ちた瞬間に付き合ってくださいって言ったらもしかしたら OK 出るかもしれないですよ、相手が落ちてる時にバーンって、あーって時に付き合ってくださいって言ったら次やってみようかな、なるかさあお昼から帰ってきたらですね、
こちら540が空いてたんで、まあ、さっきの僕の打ってる台が250ぐらいなんで、あれ打つより絶対いいですからね。こっちに移動したいと思います。ティリちゃん、はい、聞こえますでしょうか。バッチでございます。ティリちゃんがトイレに行ってる間に542回転を拾いました。お、ちなみに大当たり5ではあります。5ですね。なるほど、まあ、さっき打ってる台より全然倍、全然いい、 倍以上回ってますから。250でやってますからね。300回転不足しました。これでまああと400回転くらいで、まあ、U タイム見せれますからね。そしたら僕あの勝ち抜けもしますんで、あなたとの勝負。そうですね、そういう約束でしたもんね。ひげ乗りですからね、勝つための戦いですから。もちろんもちろん、もう遠く離れててもビビったかどうかは僕見逃さないですからね。今6杯だいぶ来てる。でも今日1日打ってるだけで本当だいぶ覚えましたよ。はいはい、もうね結構しっかりとしたリンガーになり、ま、なれましたよ今日で。リンガー、はい、リンガーって言うんですか。リンガーになりましたよ。リンガーハットみたいな感じなんですね。もうだから ST 中の演出はいろいろ選びますよ。確かに ST の消化数はもう僕よりも多いですからね。演出、いろんな演出チャンポンしよう。リンガーハットやそれ。それこそ、さあ、サダコいかないわ。サダコ、これコキャラサダコ、これ続くんじゃない。ああ、猫くん、猫くん、猫くん来ました。来た、急に来た強いの。サダコも一回出てます。発展しちゃうのかな。さあ、幼少サダコ、タイトルは色が変わらずですけど、さあどう。さあ、でこう上見てピンカットイン。さあ、2回目の猫はす通り。嘘だろ。あ、これ 2ラウンドあるぞマジで。もしくは貞子終焉だ。ここからあるね。ありますね。それならありそうな。多分こっちが落ちるんだと思うんですけど、いきますよ。はい、あ、両手落ちた。両手落ち、両手落ちるとどうなるの。あ、終焉なんだ。それはありそうだね。貞子終焉いきました、リーチのタイトルは青。はい、キュイ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 言いました。はい、ありがとうございます。はい、すいません、321回転かな。投資は、投資が全部で、18.5。 さあさあさあ、おー、びっくりしたー、びっくりしたー。おめでとうございます。あ、自分の台で落ちるんじゃないかって思ってた時の隣の台めっちゃ、はい、デンジャー、これはもう綺麗。さあ、行きます。はい、いい。嘘、急に言ったよ。いやいやいや、いいな、ちーちゃん。分かっちゃいるけど怖いって。いや、さあ、ということで3回目の当たりです。さあ、初回はまたもや4ラウンド。もう水ずれ、はい、怖っ。ちーちゃん怖っ。よし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 、リーチに当たった。あー、強い。ゆずは計4個。頼む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 。よし、金、よし、金、セーフ。これは大丈夫やろう。あ、続かない。2回目か。よし、セーフ。えい、さあ、なんとか抜けは防げました。私もマイナス域には突入しました。残りの持ち球が2000発を切ったところです。ここで当たらないな、マジで。
悔しいな。やっぱチリちゃんまだリンガーは名乗れないですね。まだノーリンガーですか。ノーリンガーですね。富士そばぐらいですね。なんて富士そばちなみにこのデジャブパニックも、ま、法則が確かあって、この1回の74回転をワンセットとしたときに女の子が2回同じ子が来ると2回その時点で当たりっていう法則があります。まあ、今これは多分もう発展するんでリーチに赤文字出てるんで、はい、さあでちなみに3点牌はもうその時点で大当たりの王行です、はい、なのでこれでもう大当たりの王行です。これははい、ジュリーこれも星っていうか手堅い4、はい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 、レンチャンですね。でもちろん10ラウンドです。いいよ順調だよ。あーダメだまた当たらんかった。やばいリーチにもなんない。井戸行っちゃう。井戸やばい。井戸だ。もう井戸。井戸です。さあラスト井戸閉めないで。閉まりました。井戸閉まりました。さあ大移動です。どうも。あれちいちゃん隣に。どうもどうも。抜けてしまったので、ね、ちょっと写した。じゃちいちゃんもこれ一緒に写したから。どうもどうもどうも、はい、どうもどうも。271回転、うん、大当たり1回引いてんのか、うん、4連されてますね。4連旗当たり込みでね。よし行きます。まあ、あくまでも1回転でももう1個回ってる方がいいっていう立ち回りですよね。そうです。まあ、さっきの台より約200回転回った状態でスタートできてるんで、はい、3回目いつかきっとくるキン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 。いやーただねこの金はそんなに強くないんですよね。なんか4444444嫌な子赤呪い。お人差しあ弱。100ない100ない100億パーない。もう英語になってる。やだやだやだ。なんか英語になってる。さあ上見た。うわ嘘嘘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 でしょ。めっちゃ早いやん。びっくりした。めっちゃ早いやん。びっくりした。ほんまのやつは声出ないっすね。出ないね出ないね。びっくりした。270打つこっちも打つ。さあ8回、7回転で当たったのかな。じゃあ戻します。戻します。びっくりした。びっくりした。大成功だね。移動大成功。今の当たるの絶対ないねなんて言っちゃった。しかも後半行かずに当たったでしょ。後半行かずに。何が強かったのかな。やだ英語のままだ。英語が良かったじゃない。あそういうことか。さあ待ち伏せです。面白いよ。
よしよしよし、早い早い、4だ、4、さあどこどこ、いるでしょ、いない、やだな、怖いな、誰もいないか、ああ、いやもういるやん、いやいるやん、いやいるやん、いるやんって、いい具合にピクついたね、いいピクつきしたな、いるやん、だっていたやん、今10ラウンド、10ラウンド欲しいよ、まあノーマル、おいしょ、おいしょ、 OK、あかんのに、金金金、落ちた、目落ちた、片手ですけどゼロじゃなくなったぞ、赤まで行った、赤まで行った、はい、後半発展、じゃあ俺も当たるかもよ、頼みますよ、757回転持ち球、残り92球とりあえず発展、はい、いや片手1回どう、ちーちゃん、それ以外は金が1回、ただね、わかんないスリング、マジで、けん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 、いいよいいよいいよ、あーうわー、ドキドキして、あーあー、残念、まあこれで僕は追加投資がほぼ確定したんですよ残りでもまあ優待まで200回転、まだまだまだわからん、まだわからんて、チリちゃん、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘だって、移動します、いやマジか、みのり、いやちょっと今大移動しようと思ったんですけど、あんまり回ってる台がちょっとないんで、今ないね、信じていいですか、一回ちょっと待って、俺 U タイム請負人みたいな人じゃん、 U タイム請負人になってもらっていいですか、ヒゲノリの U タイム請負人なってもらっていいですか、今ね785でしょ、あと200弱、まあまあ、お願いします、じゃあちょっと待ってなよ、でまあもしめちゃめちゃ良さそうなのとかが万が一空いたりしたら、ね、僕も打たせてもらいますんで、じゃ応援しててね、もちろんでございます、はい、お願いします、決めましょう、決めて U タイムを目指す実践じゃないんだけどまあでもここまで来たらそうですね、締まりはいいですよねお願いします、まあでも今回のヒゲノリ、はい、まだどうなるか結果は分かりませんけど、はい、なんか全然誘ってもらってよかったですけどね、意外な一面出せました、出せたと思う、てかまた打つわ、よかった、それはすごい、いろんな人打たせよ、よかったよかったドッキリでちょっと、さあチリちゃんこれで残り100までは出ますよ、出ますとうとう U タイムの、あいたチリちゃん、はい、トジリさん、これは次、さあ出る、
残り100回転出ました残り100回転出ました、やえー残り100回転ですよ、さすが待っててね、ちいちゃん、はい、ニュータイム慶応委任、さすがです、ありがとう、ちいちゃん、ここ行くよ、はい、さあどう、さあ、残り50、残り50で、こっからも常に液晶に出てる、はい、ずっと出っぱなしです、お願いします、さすが請負人でございます、はい、ありがとうございます、5000発ぐらい出しちゃおうかな、お願いします、平均5000なんでしょ、天井から、天井からだとね、右打ち状態からだと、さあ残り10回でいきましたよ、私約束通りチリちゃん、はい、もうほぼほぼ U タイム入ったと思います、やるな、まあ、だからこういうスロット見たら天井狙いみたいな打ち方ができるっていうのまたこの今回のひげ取りでも証明しましたんで、おーし、あと1回転ですよ、追加が 12.5 本、総投資が 21.5 まで来ました、でここからが右打ちになります、もう1回転、あれだめだね、はい、ベンチを開いた、はい、はい、さあ行きました、あ、調査だと接近モードリセットされないんだ、ここカウント、はい、あ、される店とされない店があるみたいです、はい、じゃあちりちゃん、こちらの超貞子接近モードの説明お願いします、まあ、基本的には、時短、1212回転で、この間の大当たりはあの電柱入賞の消化なんで各円柱、ST 柱と一緒で 70% が10ラウンドなんで、最初の当たり10ラウンド引けるかどうかっていうのがまずめちゃめちゃ重要だと、で、もう当たり方としてはあの ST 柱の貞子接近モードと基本的には一緒で、手がもう突然落ちてきます、一番びっくりできるやつです、まあ、ただ確率319分の1なんで、この間も結構油断してる時に落ちてきます、早いから、そのまあ召喚は早いけどね、当たり大当たりが通常、ね、あの大当たり確率なんで毎日9なんで、まあ、釣ったって1200運上あるんだからほぼほぼ当たりますよ、これ抜けたらもうしたら今日実践終了ですよ、それはそれはもうね、りんちゃんそれいいでしょ、それはそうです、それはそうでしょ、もうてるじゃん、はいはい、ちょっと不安になってきましたよまだ若干まだ線ありますから大丈夫ですか、大丈夫です、ただ駆け抜けてほしいなと思っている僕も今いました、乗り打ちなのにいいんですね、乗り打ちだけどもちょっと思ってしまいました、言うな、チリと変な空気を読むな俺も感じてる、もうすぐ300でしょ、そうですね、今1400余りですよ、大丈夫ですか、すごいな、俺これ全部いったら元広島の池余り超えますからね出ちゃうレコード出しますよ、あと3回転で折り返しです折り返し演出や、しーちゃん演出だからね、さすがやな、演出や、見せる男や、やべえ、なんか今日一番もうテッカテカっすよ、わかりますこれ、テッカテカなの、500ありますよ、だって319分の1で500あるんですよそうだよね、しーちゃん、そうよね、そうでしょ、今もうちょっと美味しいモード入ってないですか、入ってない大丈夫ですか、びっくりした1659回転びっくりしたちょっと銃が欲しい、銃が、はい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 、いやいやあーだーい、よしよしよし、いやうわ、びっくりした1659、びっくりしたね、いろんな意味で、当たりましたね、当たったね、あーフレッペー、よかった1659やばいな、いや、何連すればいいんだ、あと4発10ラウンド3発最低3発で、ね、4発いったらもうプラスになるっていうか、超える、10ラウンド4連発ね、はい、OK、あともう1個見てみたいなっていうのも出してほしいな、そうでしょ、ここまで来たら堀浦
保留霊もそうですし、時短ストーン、あ、時短付き、時短付きみたいな。でも一回もう一回当てないと時短つかないからね。そうなんですよ。あ、違う、右打ちだから大丈夫。うわびっくりした。お前話しかけんじゃねえ、びっくりするから。6ゲーム、びっくりした。いや、びっくりした。でも OK ですよ、当たりが。 OK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 、びっくりした。あー、いいな。おー、メモ帳投げちゃったよ、俺。あー、面白いな。はい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 、はい、ジェーランド。あ、そういうのもあるんですね。よし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 、びっくりしたな、もう。あっ、もうすごいなこれ。あれ、あと10ラウンド2発でよくない？10スタートだから。あ、まあそうですね、うん、これで2000、もう3000発から。もう、あ、マジっすか、うん、ほら3000。あと2発よ、10ラウンドたったの。くるー、ひとくるー。 ST 中は大丈夫でしょ、ほら。あと、はい、はい、OK、 素晴らしい。ボタンを押して貞子が移れば、チャンスは3回。3回、はい、始めた。おい、そう、いる、いない、だから赤字だ、赤字だ。はい、赤字。ほい、あー、はいはいはい、24回転。早い早い、はいはいはい、うまいな、右打ち、うまいな。そうなんですよ。どうも、デジャブ編集部、右打ちんじんです。右打ちんじん。やいやいやい、乗ってねえな。まあまあまあ、昇格もあるんで、ラウンド中の。あー、おーい、よそ見、4回転。うぇーい、風で乾くわせ。これ、あのドル箱のあるホールだったら、俺今、いや、ドル箱め、並んでるだろ、僕全部散らかしてましたわ、今。早いな、うまいな。出ない。まあ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 、全然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 、まあ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 、まあ、素晴らしい。行きましょう、行きましょう。うわー、怖え。今のは、今のはビビった。全然期待しなかった。あ、ビビったな、今のは。でも、あと次10ラウンドでまくりますよ。すげえな、たった一発で。次じゃ10ラウンド一発でまくりますよ。素晴らしいっすわ。ここは粘りたいな。ここは欲しいですね、確かに、うん、まだまだ全然。何回会おうか、リーチぐらい行くな。サダコ、サダコいます？はい、何？誰か。張らないな、これ。あるんかい。よしよしよし、いいですよ。リーチみたいになっちゃえば。あ、赤赤赤。いいよ、今の強い。彼女の前に倒して触ってみて。どういうこと、触る？どういうこと、どういうこと。なんか気味悪い。なんだそれ、なんだそれ。何やそれ。ないか。あ、さあ、井戸だよ、井戸、井戸。さあ、大丈夫、大丈夫。あー、もうこれダメだね。ダメか、どうなの、ちいちゃん。いや、まだ諦めないで、行きましょう。見たいもん、時短だって。ラスト、最後の時が。ちいさん、はい、どうされましたでしょうか。実戦終了、終了です。行きましょう。みのり結果発表。どんな感情ですか。なんかね、やきもきいや、惜しかった、惜しかったね、ったね。もうでも惜しかった、ハラハラをベッチしました。いろいろ、うん、楽しかったわ、うん、楽しかったね。なんかね、純粋に遊べた。 U タイムっていうのを紹介するいい動画だと
確かに。でプラスに考えた。確かに確かに。悔しすぎて。プラスに考えたらそうですね。さあそんな惜しかった本日の結果発表の方していきたいと思います。はい、お願いします。まずはチリちゃん。はい、私、全部で初当たり2台打って4回、引きまして。引きましたね。引いた結構319にしては引いた方かなと。何連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 駆け抜け3連2連2連平均2連、そうですね。あの初当たりから期待値ってどんぐらいなんでしたっけ。4300あると聞いてます。取れた試しがなかったです。1回もない。ただ、はい、まああの2台打って投資総投資が 18.5 本だったんですけど、回収が4774玉だったので。おってことはプラス、はい、プラス149玉。素晴らしい。プラスで一応2000を終えました。だからこれ理論値通り取れてますよ。そうなんですよね。プラス万発ぐらいだったかもしれないですからね。下手したらあられ場を言ってしまったらもう。そうなんです。1個2000発ぐらい足んないですからね。そうなんです足んないです。ただプラスで帰ってきたチリちゃん。さあそして、はい、対する、はい、対する私ヒゲンジンでございますけども、はい、投資の方がですね 21.5 本。なぜここまで膨らんだかで言いますと、まあ、3台あと2台打って1台目で初当たり2回引いてます。これは両方とも初当たり軽くとささっと全部で9系しか使わないのかな、うん、ただその後に542回転余りの台を昼食った後に見つけて座って、それがですね、最終的に1659回でも行くな行くな。ヒヤヒヤした。U タイムにもちろん入って、うん、U タイムで700くらい700くらいハマってで、ね、みんなが不安になってドヨドヨしてる時バーン当たって超一びっくりするんですよ。だからあの U タイム中の当たりが一番びっくりするっていうのが発見になりました、ね。でレンちゃんの方も初めが、4連、はい、で次が3連、うん、で次が4連、はい、まあ、回収が3667玉しかないと、うん、だからね俺サタマで俺はマイナスの1708玉なんですよ。でも僕も期待値通り取れてれば、まあ、プラマイゼロかもうちょいプラスぐらいになってるわな余裕で。いやもう僕が期待値通り取れてればですよ。で2人で、チリちゃんのプラス回してマイナスの1559玉ということで、もう本当に1回10と4取ってたらとか そのレベルだったんですよ、ね。余裕でプラスになれたね。悔しいな。たださ前回もコシさんと U タイムがついてる台打って思ったこと同じこと今回も思いましたけども、はい、319で打ちましたが、はい、やっぱりあの投資の上限が見えるっていうところでそれだけこう収支は安定しやすいですね、うん。僕もあの結局700全部でハマってるわけですから、はい、U タイム入ってから。確かにそれ合わせたらだって 何回転ハマったんだろう。1100ぐらいハマってるからさ、うん、これ U タイムがなければいくら投資したのって話になりますからね、うん。だからあと店内見てて今日のお店が12台あったのかな。全部でリンクは12台ありました、うん。405円ぐらいだったら結構ポロポロ落ちてます。そうですね、やっぱりそこがラインになってくるんでしょうね、うん。そうだね、最初から打ってる。だからそれぐらいの台をちょっと遊ぼうとして打つならまあいいかなと。でまあ500超えた600超えた台っていうのはそんなに落ちてませんが、まあ見つけたらぜひねラッキーと思って打ってみてくださいと、はい、うん。そんな感じに思えた実践から、なんかみんながどういうところでやめてくってのも今日のでだいぶ見えたし、199だとその U タイム間近の台はなかなか拾いづらいかもしれないけど、319ならある程度ハマってたら落ちてるんじゃないかなって、そんな感じの僕の見解でしたけど。なるほど。で12回ぐらい12ビビビいきました。1だったから1回おならだったから、1回ちょうどおならが出ましたね。11杯まで答えたんだただ私もあの言った通り U タイムではきっちり入れました。入れました。受け合う人としては、はい、素晴らしい。僕はもう飲みたいだけ飲みますからね、はいはい。じゃあお互いにお互いに、はい、今回のヒゲノリは以上でございます。はい、というわけで次以降のヒゲノリでもまたね気になった台とあったら、はい、積極的に触っていきたいと思いますので楽しみにしていてください。それではまた次のヒゲノリでお会いしましょう。さようなら。せーの、ヒゲノリ。